こんばんは。こんばんはっていうかこんにちは。何が正しいか分からんけど、こんにちは。かわいい、ありがとう。え、こんにちはなの？うん、確かに今さ、カーテン開けてるんですけど、空の青さ的にはこんにちはなんですけど、こんばんは、こんばんはの時間じゃないか、まだ。ありがとう。こんばん、こんばん、こんばんちは。ね、明るい。だからちょっと窓際でしようと思って自然光取り入れてます。よいしょよいしょ。かわいい、ありがとう。お疲れもありがとう。一人部屋なの。そうでさ、この広さめっちゃ広いよ。なんかベッドが謎に2個あってあの何ですか、あのそういう部屋ってなんていうっけ、ツイン、ツインかな、うん、違う、ダブル、うん、分からん、ツインで合ってる。え、そう、めっちゃ広くて、そう、ありがとうございます。めっちゃさ、ベッドが2個あるからどっち使うかなって思いながら、誰かいる？私しかいない。見て、ベッドがさ2個ある。そうなの、くっつけることはちょっとできませんね。はい、ありがとう。大きい鏡？うん、お疲れ、ありがとう。そう、贅沢なんです。かわいい、ありがとう。実はね、お風呂に入ったんですよ。お風呂にもう入って、さっき浸かりました。本当にありがとうございます。髪の毛も乾かした。そうだな、寝る準備待った。めっちゃお腹空いとって、ずっとなんか食べたいなって思いながら食べてません。あと、きのこありがとう。さっぱりしてる。私お風呂入ったけんじゃない？昨日マッサージに行ったからかな。そう、使ってた。痩せた気がする。うん、うん。どうでしょう、確かにちょっとだけね、少し。でもダイエットしてない。うん、ダイエットしてません。夕飯何食べるか、何食べようかな。食べて寝たらむくむかな。明日はちょっと撮影なんですよ。なんで絶対にむくみたくないなっていう気持ちでいるんですけど。
ラーメンダメだよねダメだよね。そしてありがとう。むくむのは2日後に影響が出る。そうなの？そんな、いや、むくむね。めっちゃお腹すいたけど、もうお腹すいたを通り越してお腹がすかんくなってきた。なんかさ、お腹すいたを通り越したらさ、もうなんか食べる気にもならんくならん？ん？食べる気にもならん、ならん。いや、なる。お腹すいた。半後。ありがとう。省エネモードになる。え、これ省エネモードなんかな今。でもお腹がグーグー鳴ってるのが鳴りやんだら、自分の蓄えてる脂肪を使ってなんかエネルギーにして動いてるって言いますよね。本当か知らんけど。ありがとう。麺類何好きですか？ラーメン。ラーメン。最高のコンディション今このボサボサが私これ髪乾かしただけよ。めっちゃ長い。乾かして何もしとらん。美味しいラーメン屋いっぱいあるよ。え、そうだよねなんかさ、今東京いるんですけど、東京に行ったらさ、もうご飯が楽しみでしょうがなくって、いや、なんかないものがあったりするじゃないですか普段。だからいろいろ食べたいなとは思うんですけどね。腕ゴム今日は3本です。東京ラーメン屋さん多い、うん、多いです。3つもゴム使うの。そう、3つ縛りするここと3本組みくくろうかな。何食べ行くか。食べ行かんよ多分。だってもうお風呂入ったもんお風呂入りました。コンビニは行きたいけど、ウーバーしそう。うわうわ、そう、なんかホテルの情報が送られてきたら、もう私昨日ホテルの情報が送られてきて、そしたら広島でUber Eatsにその
明日泊まるホテルの情報を打ち込んで、でその近くには何のウーバーがあるのかっていうのをめっちゃ見るんですよ。昨日もそれした。下調べ。調査済み。チェックしてます。調べるだけな、調べるだけで終わる時もある。ヘアアレンジで気に入ってるの何か。ツインテール好きだよ。でも最近結構ツインテールしすぎてさ、ツイン好きです。低めのツインか耳横のツインで。いい、ありがとう。そう、楽なんだ。してありがとう。ハーフツインライブだったらします。超高めのツインライブだったらします。ライブだったらポニーテールライブだったらします。ライブだったら何でもあり。三つ編みも好きだよ。ライブだったらするかも。かゆいんよね、でもここら辺が。耳フェチがいる。伸ばしとく。今日もライブ配信だからやって。何をですか。ピアス開いてない。開けてください。自分じゃ開けないかも。耳前に四国とチャートリの対バンの時デコ出し可愛かったです。あ、もうおでこは出しません。すいません、おでこは出さないで。多分出さないです。その1回たまたま見た人は超レアです。もう出さないですね。はい、いい、ありがとう。食と、うん、絶対出さない。おでこなんか出してやるもんか。なんか何ですか、なんかこう撮影とか雑誌の撮影とかで出すよってなるんだったらいいんですけど、なんかな、なんだかな、なんだかなでしたね。しかもね、前髪がこれで例えば長くってこういう風に分けれるんだったら多分
可愛いと思うんですよ、おでこ出すの。でもこの長さでおでこ出すのむずいんですよね、なんか止めるのが。むずい。もったいぶってないよ出したくないだけだよ。うん、ああ見たい。でもなんか夏はもう夏じゃないか、夏は汗かいておでこ出てたよ。出してなくても、最初は出てなくてもアンコールぐらいから出てたよ。前髪伸ばす日、来そうか、うん、コン絶対にパッツン族。もうこの重たいパッツンしかダメ、私は重たいパッツンしかしたくない。分けるけど、絶対そう。パッツンが好き。私あのパッツン歴長いんですよ。だからかも。もうパッツンに慣れてしまったらおでこを出すのがなんかあんま好きじゃなくなって。ツーショットで一緒におでこ出そう写真に残るのかよあもうオンラインのツーショットなくなったんだよね。で、あれがある、あのリアルのツーショットになった。すごい誰かの鼻歌みたいなのが聞こえる。鼻歌じゃないの、口笛が聞こえるんだけど。え？めっちゃ怖いんだけど。めっちゃ聞こえん？え、聞こえるよね。え、めっちゃ今恐怖すぎてやばかった。え、まだうっすら聞こえる。え、怖っ。しかもめっちゃうまいんやけど。何の曲でしょうそんなそんなことある。え、そう、私の配信も聞こえてるってこと。あそんなことないよね。え、何この曲名書いてる人いる？フレンズって曲？え、何？口笛うまいメンバー私ですよ口笛は口笛で返す待って待ってね、あのチューニングしてないから、うん、ちょっとかすれてんな今日は下手だ。ちょっと待って待って頑張りたい。これ出航中村舞口笛出航。船の汽笛のモノマネ。
帰ってこない。しゃ全然寝かったダメだこりゃ。でも本当にうまいんですよ私口笛、本当です。普段から吹いてるか、え、なんかあの気持ちが高ぶったら歩きながら吹くかも。口笛で曲をいけるよ。え、スティアの曲でもいい？なんか吹こうと思ったら吹けない口笛って吹くものじゃないもんね、なんか吹いてるものだもんね。どう？いけてない？うまい？わかった？ペダル正解です。ペダルと車輪と来た道と上手いって、まあまあ上手い。うわ、まあまあってなんや、上手いって言っとけばいいもののうん、曲わかるでしょ。後ろの黒いの何これ？なんか電気ライトついてた、つけ方わからん。あ、こうやわ。でも今いらんね。あれ聞いてないね。ライトがありました。ショールームするのにいいですね。おたまトーンとコラボしてほしい。おきちゃんが最近おたまトーンを弾いてるの見てないですね。 STU のおたまトーンの枠、おきちゃんが最近なんかしてない気がするんですけど、ね、でもちゃんとね、なんか弾かないといけないってなったら練習してくるから。おきちゃんすごいよ。なんかありがとう。黒いバラ、あ、結成したらやります。なんかありがとう。打ち上げ、打ち上げ祭か。いや打ち上げ祭は、いや何にしてもライブの前座前座でさせていただきたいと思います。前座ですので、まああの何ですかね、本当にライブの本編にはいいです。前座で、もしくはあのライブの終わった外のところで、ライブ会場の外で
こありがとう。アフタートーク最近あるもんね。今度の打ち上げは普通にライブやるの？ね、瀬取りがまだちょっと把握できてないのでわかんないんですけど、分かったら匂わせるね。10月だもんね。10月の1日。ありがとうございます。まだね、わかりません。ありがとう。私としてはですね、ライブでね、撮影可能の練り歩きがしたいですね。なんか全国ツアーとか大きい会場でしか多分できないだろうから、練り歩きとか見てしたい、撮影可能にしたい。携帯とかの、なんかコロナ前にやってたんですけどね、ああいうのしたいな。なんか懐かしいって気持ちになる。そういう練り歩きしてないね。コロナが流行って練り歩きなくなっちゃったんですよ。あったよ、未経験の人。そうだよね、コロナの後から知ってくれたら。そうだよね、あったよ。あ、純役でもあった、なんか結構あった練り歩きで。そう、ありがとうございます。難しい。なんかさ、チャリティーコンサートっていうのが前にあったんですけど、なんかお姉ちゃんとお母さん来てくれてて、で会場練り歩いた記憶がある。お姉ちゃんとお母さんも撮影してたくて、携帯で撮影しててヤッホーってありますね。そんな懐かしい。今日の新幹線ネタないよ。あ、新幹線ネタってこと？新幹線ネタ？新幹線ネタ？ネタけど2時間ぐらい寝た。嘘、1時間半ぐらい。新幹線なんかバッキバキ、もう本当に何秒だった？だから2時間半5秒ぐらいマジ本当に。毎度新幹線でございます。
ここ人の声聞こえるんだけどさ、そんなに。窓薄いね。アイスボックス行ってきた？え、行ってない。アイスボックス行ってません。東京駅にそこまで滞在しなかったんですよ。アイスボックスね、伸びたんですよ期間が。なんでぜひぜひ、しわれもサイダーのタグはちょっとつかないかもしれないんですけど、そう、延長されました。なかった？タグ？私も自分のタグ持ってないかも。え、持っとるっけ？今日横浜の研究生飲めたかな？え、今日研究生、え、なんかさなんかね、私さ新幹線で寝るだろうからコンタクトを入れずにさ集合場所に行ったんですよ。でなんかめっちゃ視線感じるなと思って、もうこうやって誰だと思ってね見てたんですよ。なんか女の子が前にいることは分かったんですけど、そう、なんかコンビニの中にいて、なんか女の子がいるなと思って、でもめっちゃなんか見てるなと思って、めっちゃニコニコしてるなと思って、誰って思って見たらリオちゃんねコンタクト入れてないから誰が誰か分かんないんよ本当に。でさ、え？みたいな。だって近づいてみたらリオちゃんで、ね、あーみたいなあーえ、ちょっとねコンタクト入れずに歩くのはこういう面でも危険です。ウケる、ありがとう。なんかそう、おはようっていうか、おはようございますっていうか、二択があるじゃないですか選択、そのどっちしようかなってなるんですよ。この見えなくって、え、これ一期生の人だったらおはようございますって言うけど、みたいな気持ちになってそうなんです。視力悪い。よかった、ありがとう。マイナス6、そう見えません。リオちゃんの反応なんかあははは、お互いあはははははって感じでした。大変、目が悪いと。おはようございますだったらどっちでもいいか。でもさ、なんか同期におはようございますって言ったらなんか堅苦しい感じがしてなんかわかりますか、このなんかソラハとかオキちゃんとかにおはようございますって言ったらなんか若干なんか違和感があって変な感じがして、えってなりそうだからし、なんか先輩だと思っておはようございますって言ったんだって、なんか今間違えたんだって思われるのも嫌だ難しい人でしょ。後ろ黒板ですか？え、これ黒板みたいだね確かに。授業を始めます。中村舞の授業、
チョークがありませんけども。受けたい。え、受けたい人がいるんだけど、何も学ぶことがないかもしれません。何の授業？人生の授業。人生について。みんな人生を学びに来たんですか？科目は人生。時間持たない、持たないから早めに終了する。早めに終了する先生です。恋の授業を教えてあげましょう。キュン。自習ですか？はい、あとは自習ね。今日学校ですか？そうなんですよ。何でも聞いてください。答えれる範囲で。答えなさそうじゃない。元学校？ここ？違うよ、私教室に泊まってるのかと思われてる。違うよ、これ黒板じゃないですよ、ただの壁です。じゃありません。やばいやばい。どうしたらモテる男になれますか？いい質問ですね。とにかく優しくしまくったらいいんじゃないですか。全然ためになること言わんけど。とにかく優しくしまくれ。浅い？浅いかな。いや、私は優しくないと、もうこれはもう男性女性限らず優しくないとダメなんです。優しさが大事。どうやってモテる女になるか、やっぱ優しくした方がいいんじゃないですかね。やっぱり優しい気持ちで。あ、でも、あと、なんか、なんだろう、なんだろう、優しいだけじゃダメか、やっぱダメですよね。そうですよね。なんか自分を、自分にしかないじゃないけど、自分が本気になれるものを本気でやってるのがいいんじゃないですかね。そんな人ってかっこいいじゃないですか。やっぱり尊敬する心が持てないといけないですから。ね、そうですよね。
急なマジレス。いやそうですよね。真面目？真面目ですよ。真面目です。大事。ありがとう。なんかうんうん、沼から抜け出す？マイキューの沼？はまっとけ、抜けるな。マイっていう人にモテたいってやっぱ優しくした方がいいんじゃないですか。やっぱり優しいのが大事ですよね。もう優しさ 150% 優しくお願いしますね。ループしてないよ。怒るの？うん。怒ったら私も怒る。優しいだけじゃダメだよね。優しいだけじゃダメだよね。でも大事なんだって。本当に優しいの大事じゃない。でもあれですね、わかりました。多分強引なのも大事です。優しくするよりキスをしてってやつだから、優しさと強引さだ。多分どっちも必要だね。たまに見せる強引さと優しさ、曲から学ぶ。そうなの？いや、分からん。ここで受けた授業はノートとか取らないでくださいね。お願いします。忘れてください。逃げられたらどうするか、追いかける。皆さん捕まらないでください。追いかけちゃダメですね。猿もの追わずですね。なんか森になったんだけど。なんかすごい森みたいなのが現れた。ありがとうミッキーさん、ありがとう、ありがとう。すごい急な森。
ありがとうございます。森タワー、あ、わ、ちょっと書こうかなって思ったんだけど、これホテル名書いてあるからどうにかこうにかできるかな。ちょっと待って、黒板に書いたら、いやこれ黒板じゃないんですよ本当に、黒板に見えるけども、裏使ったら、え、透けないかな、折っとくわ、あ、折っとったら大丈夫。ペンあるの、ホテルのペンがあった、最悪ちぎる、ブリ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 ってワイルドじゃん、あ、いけた、じゃん、ペン気をつけて、それな、ちょっと待って気をつけるわ、本当になんかさ勉強してる人みたいになるわ、これなんだろう、小人、このクマ描くわ、このハットをかぶったダンディークマ、ダンディーじゃないんかな森にいるけど、幸せの青い鳥、ほんまや、ツイッター、ツイッターの鳥が、ついてます、ツイッター、え、なんかさ続々とさみんなが X って言い始めてさ、めっちゃ違和感でしかないよね、ツイッターって言っちゃう、X？ もうツイッター言わないんだって、受け入れてる、え、違う違う、受け入れてない、なんかまだ、うん、ツイートしたとか言っちゃう、なんかライブ終わりとかに、あ、ツイートしたみたいな、そういうなんかポストしたとはなんかあんま言えんくてさ、なんか、うん、ポスるっていうの？ポスる？受け入れなさい。はい。すいませんでした。見て、ハート、優しさが大事だよねって書いとくわ優しさが、
かけたよ。じゃーん。ちょっとなんか見づらい。ミッキーさんありがとうございます。ちゃんと鳥も載せましたよ。ありがとう。優しくされてないのか。うん、されてる。超私のファンの人でもうなんか話に来てくれたりするけど、優しい人ばっかりだもん、マジで。ありがとうってめっちゃ来る。嘘。もざもざらしい。近づいたらさ、もざもざが解消されない？そんなことないですか。ね、若干コメントもねラグがあるんだよね。ムザムザだけど遠いよりかは近い方がマシ。そんなことない。目がクリ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 じゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。タグが見えるのテンション上がる。え、どこ見てんだよ。顔じゃなくてタグ見てる人がいた。値札じゃないよ、これ何回も着てるもん。かわいい、ありがとう。こんなに顔が近いの、近くに着てるのにさ。ダメだ、これめっちゃ見えるね。こうしとこ、押さえとこうか。うん、キノコのハンターありがとう。ヘアゴムが気になる、これ。あとは前髪を結ぶだけ。学校で配信してるんで、いやもう本当に学校じゃないんだけど、どうしたら僕学校に見えるんかな。教室って言われる。見てください、この壁でしょ。壁奥側に見えるらしい。たまには投げキスくださいだって。
多分今な投げキスじゃなかった、顎だった、顎プレゼント顎プレゼントです、顎。投げ顎投げ顎投げ顎学校、学校の時何がかりしてたか、何がかりしてたっけな覚えてないんだけど、やばい覚えてないわ係した記憶なし小学生の時とかはなんかさ、忘れ物チェック係とかあってさ、多分やってた気がするんだけど、お茶係、お茶係は体育祭の時にやってた、限定。生き物係もしてた気がする。係って変わるもんね。え、なんか。あれ係じゃないのかな、なんか国語係とかなんか教科に係があった気がしたんだけど、で授業終わりにその先生のところに行って、明日は何をするか聞かないといけないので、明日は何をしますかって言って、で明日は、まあ、あと数学だったら三角関数についてやりたいと思いますみたいな教えてもらって、で時間割に数学三角関数についてみたいな書いて、自分でなんか教科によって係みたいなのがあった気がする。そんなのあったぞ。ねえ、あったよね。あるとこはあったのかな。なんか、授業終わりに聞きに行くの。明日は何するんですかって。でさ、その書いた時間割みたいなのを、次の日の時間割をみんな日お昼以降に自分の連絡帳じゃないけど、なんかに書いて、そう。三角関数なら高校かな、うん、高校、うん、中高とかかな、あった気がする。いや、中学だけかな。ありました、学校で。三角関数わかるのか？いや、わかんない。あれでしょ、サインコサインタンジェントでしょ。記憶の片隅にはあるよ。俺の高校は職員室に入るのに自己紹介しないといけなかった。え、私もだよ。だからカンカンガラ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 、失礼します、 STO デートっていうとこだった？違う、2年1組21番の中村舞です、まるまる先生に用があって来ました、スタ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 みたいな。40人いて、中村だから割と真ん中の方で、いつも20番21とか20、21、22らへんだった。そう、まるまる先生いますかで入ってた、なんか自己紹介しろみたいな 名前を名乗れって。
これはねまだ普通の時はいいんですけど、なんかテスト期間中になった瞬間に職員室に入るのが禁止になるんですよ。入り口の扉を開けるまでならいいんですけど、なんかその職員室の中に入ったらテストを作ってる先生もいるかもしれないから、テスト期間中は職員室に入っちゃダメっていうルールができて、だからもう本当に私叫ぶのとか苦手なのに、なんか今後は失礼します、何年何組みたいな、何番中村舞です、〇〇先生いますかみたいな叫ばないといけなくて、そうめっちゃ入るの嫌だった。待ち伏せしてた結構、先生が来ないかとか。ありがとう。叫ぶの、うん、叫ばんと、なんか職員室もめっちゃ広くって先生もめっちゃおるけんさ、叫ばんとなんかもう奥の方におる先生には伝わらんくて。待ち伏せしてたよ。だけどその先生が次どこで授業かとか把握して行ってた叫びたくないから、だから職員室の前で待ち伏せしてた、出てくるの。恋みたい、全然全然でしょ、違うよ、出待ち出待ちね、うちわとか持っていっといた方がよかったね先生の名前書いて、うちわ出待ちの生徒いや大変でした。なんかね、副教科だったら結構職員室がねあるんですよね、その先生用に。なんか私の学校はあって、音楽室とかだったら音楽職員室みたいな感じで、家庭科だったら家庭科職員室みたいな感じで、なんか結構職員室がバラバラにあって、そういうとこは全然行けてたんですけど、大きいところはちょっと日和まくり。生徒結構多かったかな。1000人、全校生徒が1000人いないぐらいでした。1000人はいなかった、900人ぐらい、わかんない、800人ぐらい、わからん、そんぐらいでした。先生もだから多かった。何クラスあった？ 4 クラスあった。今ちょっと計算が、あれあれあれ、いないじゃんそんなにってなってる人いますよねいますよね私これ言ってないかな、言ったか分かんないんですけど、中高一緒なんですよ、学校が。行ったことあるかなこの情報。中高一緒で、そう、中高一貫なんですよ。なんで、そうそうそう、だから 4×、 あ、違う、 40×4 で160、1年160あって、 160×6 だから何人いるんだ行ったことある？そう、中高一貫なんです。
だから高校受験をしてない、中学受験しかしてない。960？ おう、960、まあ、約です。中学受験したよ。もう受験とか。だから私さ、高校も受験してないし、大学も受験してないの。だから中学校が最後の受験。まあ、オーディションは受けたけど、中学の、なんか学校の受験は中学が最後なの。高校の先輩怖そう。そんなことはないんだけどね。めっちゃ大人に見えた。なんか中1の時とかってまだ子供じゃないですか。もう高校3年生の人もいて、学校にマジでもう本当に大人だなって思いながら、年がね、その時期に離れてると大人に感じて、あんまり合わん。確かにめっちゃ合わん。でも体育祭とかは全部一緒だったから。大人やなって。ありがとう。部活とか別々？私さ、家庭科学部っていう部活に入ったんですよ。でさ、中1の時に何入ろうと思って誰にも相談せず、友達も、まあ、その時もう本当に入りたてだからいないじゃないですか。だから一人で決めたんですよ、家庭科学部に入ろうって。で行くじゃないですか、その入部と当日に行って。そしたら160人同級生がいるのに1人しか入ってなくって、私しかいなくって、なんかあなた1人だけなのよって顧問の先生に言われて、食べたいだけ、あ、そう、料理する部活なんですけど、あなた1人なのよって言われて、でそれはでも高校生も一緒だったよ、部活高3の人までいた。期待の新人？でも週に1回しかなかった部活だからね。そう、そうなんです。そんなこともありました。週1の部活だった。週に1回、放課後に家庭科室に集まって料理してご飯食べてバイバイって帰る部活だったそう、料理してた。よいしょ。自炊部？え、めっちゃいろんなの作るよ。でもご飯ってよりかフルーツじゃないや、スイーツ系が多かったか。
ゆるゆる。最後部長だったの私、最後まで続けなかったんですよね、やめたんですよ途中で。ちょ、演奏ありがとう。中村舞です、愛媛県出身です。そう、高校3年生まで部活続けなかったんで、部長は高校3年生の人がやってるんですけど、やらなかったですね。あの高校生からしかできない部活もあって、なんか弓道部とかで、その中に放送部があって、高校1年生の時に放送部に入ったんですよ。で家庭科学部も兼任してたんですよ2個掛け持ちで部活入ってて、でそんなのもできるんですけど、で途中からそう、あのやめました。こう、あの放送部だけにしました。兼任解除、兼任解除したそうなんよ、兼任で、あ、そう、部活は兼任できます。でも忙しい部活、毎日ある部活を兼任するのは多分難しいけど、放送部も週1だったの、だから週に1回の部活を2個掛け持ちするのは全然できて、してた。そう、いや放送部はあれなんですよ、なんか行事ごとしかないんですよね。なんか文化祭とか体育祭とか、普段はまあないことはないんですけど、あんまりマネージャーとかやらなかったの。なんかさ、学生の時のマネージャーとか憧れですよね。いや、まあ誘われたことあるんですよ、マネージャーやらないみたいな、マネージャーしてほしいんだけどみたいな、誘われたことがあって。私あの運動部とか入ってなかったし、家庭科学部で週1だったから、運動部のなんかマネージャーやってよみたいな言われたことがあって。いや、そう、でもなんかその頃はもう本当になんか自分のことに追いついてなかったから、私がマネージャー欲しいくらいやわって言って、あの結局断っちゃったんですよね。やめちゃいましたね。いや、そう、私バレエやってたんですよ、しかもクラシックバレエ、習い事やってたんで。そうなんですよね、マネージャーっぽい、え、なんかマネージャーっぽいらしいお茶とか作ってそう。寝坊で遅刻してそう。それな、遅刻は何かありがとう。でもね、言いたいことがある。なんか学生の頃って多分めっちゃ眠いんよ、本当にありえんくらい眠くない？大人になって、大人今も眠いんですけど大人になって思ったのは、ちっちゃい頃とか学生の頃が特に眠い、本当に眠いんですよ。あの朝が弱い、今もかもしれんけど今よりももっと眠い、成長期だからかも。そうだから、いっぱい寝よう。いや、眠いよ。私ね、めっちゃ寝すぎってすごいいろいろ言われてたんだけど、いや、成長期多分眠い、みんな眠いよ。
授業中寝たか。いや寝てないよ、気絶してたけどたまに。もうなんか眠いとかじゃないよ、もうなんか気失う。怒られた、怒られた、悪い、私が悪いよ、めっちゃ怒られたよ、怒られることいっぱいあったよ。ヤンキーじゃないよ、ヤンキーじゃないですよ。でもさ、みんな一回も寝たことないの？寝たことないんですか？絶対に学生時代一回も寝たことないんですか？ないよ、マジで？すごいね。すごいね。イヤホーって言ってる人がいる。学校をサボってた？いや、それはちょっと。でも早退してたことはある、ショールームするからって言って。なんか7時間目まであったんだけど、7時間目早退してたかも、オーディション中とか。ちょっとショールームあるんですいませんって、あの早退させていただきますって言って、OK だった。だって受験みたいなもんじゃん、高校3年生の時だったし。先生に言って、今このオーディション受けててみたいな感じで、で配信あるけ帰りますって言ったら、いいですよって。うん、見る側もショールーム見るから退社して、本日はショールームがありますので、お先に失礼しますって言って、ショールーム見ますので、推しのショールームを見ますので。確かにあったらいいね。いや違う、オーディション中はね、でもそんなに期間もなかったんで、7件受けてたらショールームできないから、か、あのぴったりから7件早退してショールームしてた。もう言ってたからちゃんと全部。ドラさんのオーディション合宿みたいな、合宿の時も土日だったんだけど、基本合宿がその時も土日が大体模試なんですよ。で模試あるけど、模試もう合宿なんでって言って、うん、もう先生たちが全然もう応援って感じだったんで、厳しくなかったっていうか、うん、なんかもうこれしますって言ったから、そう。すごいね、受け入れてくれましたね。職員さんありがとうございます。
中村舞です。もしやったの、大学、大学は行かないけどみんなもしやってた、毎週。模試の出来がひどいひどいもう数学なんて早く解いて15分ぐらいで解き終わる時がある。なんでこんなに早く解き終わったんじゃろうみたいな。模試ってむずい。天才？天才じゃないのよ。むずいよね。そうよ。全国まるまる模試みたいなやつ。イモースで今行かせてます？どうでしょう。なんかイモースさ、シーズンまた始まったよね。始まりましたね。何時まで配信しますか？え、今何時なんですかね。あんま時間とか気にしてなかったです。1853？もうすぐ7時？うわ、ありがとう。え、待って、何時から言ってたっけ。5時半ぐらいからしてた気がする。5時半、6時半、7時。1時間半ぐらい。明日何時起き？明日めっちゃ早いんですよ、本当に。早いとかじゃない、もうなんか早いみたいな。お腹すかんの？え、すいたよ。真っ暗、なんか夜かなみたいな。朝じゃなくて夜かなみたいな。そうなの。頑張る。もう寝るの？だってもうね、お風呂に入ったんだよ。もうご飯だけ食べたいかも、ちょっと何か食べたいかも。お腹空きすぎて、でもお腹いっぱいになったら眠くなる。なんでマイキューってあだ名なのか。お化けのキュー太郎に似てるってとこから来てます。覚えてください、よかったらマイキューって言ってください。なんか、うん、なんか食べる。ハートありがとう。じゃあね、そろそろ終わりますね。どうやったらレッスンもらえますか？ライブ？見てて。見るから。
決めた値段で、恥ずかしい恥ずかしい、なんかそんな決めようと思って言ってないんですよ。そんな、なんか恥ずかしい、かっこいいとかも言わないでください、恥ずかしい、そんな。恥ずかしい。なかなかリスクれない。嘘、見てる私のこと、私のことちゃんと見てる？見てますか？見てたら見るよ。誰が見てるとか、え、わかる。てかなんか視線感じるときと、あとは見たけどこの人私のこと見てないなって人もわかるし、そうだね、うん、なんかわかるよ。あ、この人私のこと見てるな、まあ、たまにさ、なんか目そらす人もいる、ね、なんかさ気まずい感じでさ、目があったらあーみたいな。なんかいるよ。見せてください、お願いします。恥ずかしさ、いやんいやんなの。いや、ちょっと男女呼びます。あおさん、パオさんは、ちょっと待って、言い踏んだんだけど。やまちゃんさん、ボンちゃんさん、わあ、ちゃん、どっちもちゃんだ。東京のスワンさん、目黒のコウジさん、ミッキーさん、福太郎さん、くまねパパさん、南波のひさとさん、きなぺこさん、N2F さん、はやりんごさん、ありがとうございます。ということで終わりにしようと思います。おやすみ、おやすみなさい。この時間におやすみ言うの変やね。お疲れ、ありがとう。おやすみ。またね。また明日。